こんにちは、カジムです。今回は AI で感情をつけてみた夜遊びもう少しだけとなっております。 AI を使って歌詞に感情をつけて曲の中身を紐解いていきます。 AI に使ったのは Google のクラウドナチュラルラングウェイジ API です。これを使って専用のツールを作りました。この AI は文章ごとに最小値マイナス1、最大値プラス1で数値判定をします。その文章のネガティブ度合い、ポジティブ度合いがわかります。 100% ポジティブな内容では良さが伝わりませんよね。際立たせるためのプラス、マイナスの抑揚が隠されているはずです。今回作ったツールを使って感情の抑揚や流れを読み解いていこうと思います。歌詞を書く人なんかには参考になればいいなと思います。ところで皆さんにとってのもう少しだけなんでしょうか。前に街中の大学生らしき集団の会話が耳に止まりまして、私この前バイトでめっちゃミスしてさ、なになになに、皿10枚一気に割っちゃったのよって女性が言った途端、余裕じゃん、俺30枚ぐらいあるよって男がね、間髪入れず話し始めたんですけど、自分の話に持っていくのもう少しだけ待てんかったかなと。いやだってね、女の子が今からすっごいこと言いますかんで言い始めてんだから、まず驚こうよと。で、胸張るな30枚を。まあ、すぐ自分の話に持っていくのはちょっと気をつけようねというお話でした。では分析開始。はい、ではこちらが分析結果になっております。こっちがですね、文章が見える形で色分けしたものです。感情度が絶対値、感情傾向がプラスマイナスで出した列になっております。ポジティブなほど赤色、ネガティブなほど青色になっております。グラフはこの感情の波を出したものになります。これらを材料に3つ考えていきたいと思います。曲で最もポジティブ、ネガティブな感情は何なのか。曲全体でポジティブ、ネガティブどっちが強いのか。そして最後、曲全体で感情の抑揚はどうつけているのかを考えていきたいと思います。それでは早速、曲で最もポジティブ、ネガティブな感情は何かを考えていきたいと思います。では AI が出したポジティブ数値が最も高かった場所を見てみます。はい、ということでプラス90というかなり高い値と、ありふれた一日が素敵な日になっていくほら、そう僕から君にほら喜びが広がるというところで、いつもの日常が今日は喜びで満たされていくという感じですかね。では次、 AI が出したネガティブ数値が最も高かった場所を見てみます。はい、ということでマイナス70、もう少しだけ、もう少しだけ踏み出せたことが、いつもと違うことを少しだけやってみたという勇気とも捉えられますが、少しだけという弱気な部分も見えますよね。ということでまとめると、この曲は喜びというポジティブと少しだけという小さな勇気というネガティブが、まあ感情の抑揚を大きく作っているんじゃないかなと思いました。では次に曲全体でポジティブ、ネガティブどっちが強くなっているのかを見ていきます。では AI が出した感情値の合計をしてみました。結果は 500% という結果でした。曲全体としては超ポジティブな結果です。曲全体で喜びで溢れているんじゃないかなと思います。ではもう少し見ていきたいと思います。感情が大きく揺れている部分に注目をしてみました。ここは聴いている側が最も心揺さぶられる場所なんじゃないかなと思います。結果はこの一箇所でした。歌詞を見てみると、ネガティブからポジティブに行っているところでして、数値は120上がっているというところですね。いつもはしないけど今日は人に優しくしてみよう、少しだけというちょっと弱気なネガティブさがここに出てるかなと。でもその勇気で素敵な一日になったよ、変わったよというのがここのポジティブかなと思います。まとめると、少しの勇気が一日を大きく変えてくれるんだという部分が、もしかしたらこの曲で一番心揺さぶられてるメッセージなのかもしれません。では最後、曲全体で感情の抑揚はどうつけているのかを見ていきます。この感情の波をですね、二つの区間に分けることができました。まず結果から見ていきましょう。このような感情の抑揚になっておりました。はい、前半はネガティブ強めかなと、マイナス40という値でした。後半はグッとポジティブの領域が増えてプラス500となりました。
では歌詞を見ていきたいと思います。前半の部分はこのようになっております。ネガティブやや強めの領域ですが、まあ、慌ただしく過ぎる朝に、いつも通り過ぎる朝にとかですね、暗いニュースが流れる朝に自分はいらない存在とかですね、こういつも通りのせわしい毎日や暗いニュースで自分を否定してしまったり、そんなネガティブさが前半にやんわり出てるんじゃないかなと思います。で、後半の歌詞を見てみると、まあ、このような形で、プラス500とぐーっと上がっております。実は僕原作めぐるを読みました。優しさが、まあ、人から人に巡っていき喜びに変わるというまあお話でした。優しさって生まれてくるものじゃなくって人からもらうものって考えると、まあ、素敵だなぁと思いました。誰かに優しくしようと思ったその優しさはいつか誰かにもらった優しさのかなのかなと思いました。また愛を歌う歌詞とかに優しい気持ちになるというセリフがよく出てくるのは、まあ、一番大きな優しさをあげたりもらったりっていうのが愛なのかなともこの歌から思いました。以上ストーリーでまとめると、前半はまあ少しだけ変わろうとする小さな勇気で、ネガティブ気味、そして後半少しの勇気で変わったということで優しさがどんどん人に巡って喜びに変わっていくということがここで、繰り返され、ぐっとポジティブになっているのかなぁと思いました。はい、考察は以上になります。やっぱり抑揚っていうのは飽きさせないための工夫ですし、感情が大きく変化する部分は聞いてる人の心がこう揺さぶられる部分でもありますよね。今回の分析結果から他に何か感じることがあればぜひコメントしてみてください。それではまた次の動画で。